ローラント・フライスラーは、ドイツの法律家、裁判官。第二次世界大戦中、ナチス政権下のドイツにおける反ナチス活動家を裁く、特別法廷、人民法廷の長官を務め、不法な見せしめ裁判で数千人に死刑判決を下した。1893年10月30日、プロイセン王国セレにアーヘン王立建築学校で教官を務める技術者、 ユリウス・フライスラーの息子として生まれる。1912年に、イエーナ大学で法学の勉強を始めたが、在学中に第一次世界大戦が勃発して軍に、志願、士官候補生、ついで少位として従軍し、1915年に、ロシア軍の捕虜となって、シベリアの捕虜収容所に送られている。収容所内でうまく立ち回り、1917年に、 ロシア革命が起きた後は、ウクライナでボリシェビキの政治委員を務めていた。この共産主義者だったという前歴は、後のナチ党政権下で彼に対する陰口のネタになった。ヒトラーからも、あの元ボリシェビキと部別されたという逸話もあり、フライスラーは終生これに悩まされたという。終戦後の1920年、ドイツに帰還。イエーナ大学に復学し、 1922年に法学博士号を取得。従軍機関のブランクを考えれば早い博士号取得と言える。1924年に司法監視法の収集を終えるとカッセルでやはり法律家だった弟オスバルト・フライスラーと共に法律事務所を開設した。兄のローラントは刑事弁護専門で弟のオスバルトは主に民事事件を担当した事務所だった。 ローランとは芝叩く間に、刑事事件専門の一流弁護士として、名を馳せた。1923年のミュンヘン一期の裁判を、傍聴して、一期首謀者のナチ党党首アドルフ・ヒトラーに強く、惹かれたという。ヒトラーが投獄され、ナチ党も禁止されていた1924年に、民族社会主義ブロックに参加し、同党から、カッセル市議会議員に当選した。後には、 決戦なすさう衆議会議員にもなる。翌1925年に再建されたナチ党に入党。党員番号は9679だった。以降ナチ党お抱えの顧問弁護士となる。バイマル共和正規のドイツは各党が私兵組織を要していたので政治的暴力活動が後を絶たなかった。ナチ党の突撃隊員も多くの者のが 暴力行為を働いた容疑で裁判にかけられていた。そのため、フライスラーの仕事が耐えることはなかった。1931年9月には、ベルリン突撃隊指導者、ボルフ・ハインリッヒ・ホンヘルドルフ伯爵とカール・エルンストが、反ユダヤ主義暴動を組織した角で、ベルリン警察に逮捕されて、裁判にかけられたが、フライスラーが、弁護士について、脱腕を振るった結果、 軽い判決で済んでいる。1928年に結婚し、次男を設ける。1928年のナチス地区指導者による、東中央への報告では、演説者として優れたレトリックを持っている。大衆向きではあるがよく考える人には、拒絶されるだろう。フライスラー同士は演説者としては、使えるが、指導者としては信用できず他の意見に流されやすいため、 不適格であると評されている。彼はナチス突撃隊で士官の階級だったが、1934年の長いナイフの夜以降は突撃隊から離れている。1932年にはプロイセン州議会議員に当選。ナチ党が政権を獲得した後の1933年2月にプロイセン州司法省局長に就任。フライスラーは3月に、 カッセルからベルリンへ移るにあたって、ライバルだった、ユダヤ人弁護士、マックス・プラウドの自宅に突撃隊員を差し向け、彼を自宅から引きずり出した。プラウドは突撃隊員に、無知で撃たれながら、街中を走り回らされ、この1週間後に死亡した。フライスラーの最初の犠牲者であった。1933年6月には、プロイセン州司法時間に昇進した。 また1934年からは中央政府の司法時間を兼務した。その職責で司法のナチ化を進め、ナチ党を支持しない、判検時は非免しかわりにナチ系の弁護士らを判検時に任命した。1933年末に司法大臣フランツ・ギュルトナーと法律問題担当国家弁務官ハンス・フランクが 刑事委員会を組織して国家社会主義的な新刑法創設の作業を始めるとフライスラーはフランクが定めた国家社会主義的スローガンを条文にする役割を果たした今日のドイツ刑法にも一部が残っている優れた法律知識を持ち熱心なナチ党員でありながら時間で出世が止まっていたのは彼が独善的で講演者がいなかったこと弟オスバルトが ナチ党員でありながら、カトリック教会の反ナチ活動家を弁護して、無罪判決を勝ち取り、党の威信を下げたことなどが指摘されている。弟オスバルトは、ヒトラーの怒りを買って、党を除名され、1939年3月に、自殺とも、殺人とも言われる、不審死をしたが、彼自身は、ヨーゼフ・ゲッペルス宣伝賞の取りなしを受けている。フライスラーとゲッペルスは、 ナチスサ派という立場で近かったためであるとされる。第二次世界大戦中の1941年1月29日に、ギュルトナーが司法省在職のまま死去。フライスラーはその公認となることを希望し、ゲッペルスがヒトラーにフライスラーを司法省に起用するよう提案してくれたが、ヒトラーは、元ボルシェビキ、あり得ないと述べて却下したという。 1942年1月20日の万税会議には司法省代表で出席している。1942年8月20日、民族裁判所長官夫ー・ティーラックが法省に起用され、その公認としてフライスラーは人民法廷長官となった。この移動に関してティーラックは反対したもののヒトラーはいや、フライスラーを君の後釜にしようというわけではないのだ。 これは、私が、あの元ボルシェビキにやる最後のチャンスなのだと述べたという。ヒトラー暗殺未遂事件の人民法廷における、フライスラー人民法廷とは、国家反逆罪の被告を裁くため1934年に設置され、後に扱う刑法の範囲が拡大された。フライスラーの長官就任後、死刑判決の数が激増した。 彼が担当した裁判の9割は死刑あるいは終身金固刑判決で終わっている。大抵判決は改定前から決まっていた。彼の長官在任中に人民法廷は約5000件の死刑判決を下したが、うち2600件はフライスラー自身が裁判長を務める第一小法廷が下したものである。この死刑判決の数は、 人民法廷が設置された1934年から1945年の期間中、他の裁判長により下された死刑判決の合計よりも多い。その裁判は不当なものだった。フライスラーが怒号するように罪状を上げ貫う中、被告はほとんど弁護をさせてもらえず、反論も許されない。白原のメンバーの際の裁判が物語るように、弁護人は、 形式的に存在するだけだった。フライスラ裁判長は、被告とのやりとりで、じゃか、ないんか、明確に答えろ、と、高圧的に望み、また、被告の言葉の端々を捉え話をすり替えたりして、裁判を、被告の不利な方向に持っていった。とりわけ九百四十四年七月二十日に起きた、ヒトラー暗殺未遂事件の被告に対する裁判の、際は甚だしく、 プロパガンダ映画のため記録しようとしても、彼の怒号のせいで被告の声を録音することが不可能なほどであった。特に、ウルリヒビルヘルム・シュベイリン・フォン・シュバーネンフェルトに対するやりとりの映像は有名で、ヒトラ暗殺計画を取り扱うテレビ番組などで非常によく流される。この映画は、あまりにも強人じみたフライスラーの態度が国民に 被告人らへのシンパシーとナチスへの不信感を抱かせる恐れがあるという理由で公開されることはなかった。また、被告の一人、エルヴィン・ホンビッツ・レーベンは法廷でベルトやズボン釣りを外され、囚人監視の中笑い物にされた。ヒトラー暗殺計画の参加者のほか、白バラのメンバーなど反ナチス抵抗運動の参加者たちも彼の不当な裁判で裁かれ、処刑されていった。 1945年2月3日、ファビアン・フォン・シュラー・ブレンドルーフに対する裁判中、裁判所がアメリカ軍の空襲に遭い、瓦礫の下敷きとなったフライスラーは死体で発見された。防空壕に逃げ遅れて爆弾の破片に当たったとも空襲警報を無視して書類保管室で裁判資料を見ていて下敷きになったとも言われる。フライスラーの死亡を確認した医師は、 フライスラーによって死刑判決を下された者の親族という皮肉なものだった。彼の後任にはビルヘルム・クローネンが就任したが、彼はフライスラーよりもはるかに恩恵派であり、シュラーブレンドルーフの罪状を取り消している。フライスラーの遺言によると、二つの不動産がマリオン・フライスラー夫人の所有であり、遺産ではないとされていた。しかし、両不動産は戦後没収され、 後になって遺産への賠償金10万マルクの代償だと説明された。未亡人が異議を出したが、連合軍の審査機関は異議を認めなかった。戦後、夫人は姓を結婚前のものに戻し、ミュンヘンに移って戦争中の夫の行いについて知ろうとはしなかった。1985年になって、フライスラーの未亡人に対する年金支給額が1974年に、 400マルク引き上げられていたことが報じられた。年金庁はマスコミに引き上げの理由を問われ、フライスラーの専門的知識を考えれば戦後行為についたはずなので、夫人も高額の年金を受ける権利を有すると答えた。この措置がバイエルン州議会で問題となったが、バイエルン州政府は法的には問題ないと判断した。司法会では戦後も ナチス時代との連続性があったことが指摘されていたこともあり、過去とどう向き合うかについて、西ドイツ社会で大きな議論を呼んだ。未亡人が死去した1997年になり、戦争犠牲者への年金を定める法律が改正され、ナチス時代に人道に対する罪を犯した者、あるいは法治国家の原則に反した者は、当時の職務に対する功労の年金が、 遺族にも支給されないことになった。ありがとうございます。